スピーチでこの言葉を発した、島本博見せましょう野球の底力は、東北楽天ゴールデンイーグルス所属のプロ野球戦、手島本博が、2011年4月2日に、東日本大震災の復興支援のために行われた、事前試合の前にスピーチした、際の言葉である。2011年の流行語大賞の候補として、ノミネートされた。 2011年3月3日、東北楽天ゴールデンイーグルスは、仙台を出発し長期遠征へと旅立った。同年3月11日、楽天は、兵庫県立若市公園第一野球場で、オープン戦を行っていたが、試合中の14時46分、東北地方太平洋沖地震が発生し、7回、表終了後に、地震発生が伝えられた。 試合は8回表コールドとなり、途中で打ち切りとなった。試合打ち切り後、楽天球団代表の米田純の指示で、楽天の選手たちは家族に連絡を取ろうとした。島自身は、妻が東京におり、安否の確認が取れたが、家族に連絡が取れない選手もいた。宿舎へと戻るバスの中で、津波の映像を見て、島は、これ、本当なのかなと思ったという。 翌12日以降、オープン戦が中止となる中、楽天は各地で練習試合を行っていたが、首相の鉄平が100%野球に集中するのは難しいと述べるような状況であり、なかなか勝つことができなかった。また、チームとして大人数で移動できるような交通状況ではないことや、シーズンの準備をしなければならないことから、被災地へ行くこともかなわなかった。 そんな中、3月20日には、楽天の全選手により、名古屋ドームで募金活動を行ったり、3月22日には、阪神・淡路大震災の被災地である、神戸市三宮で募金活動を行ったり、3月26日には福岡ソフトバンクホークスの選手である、国母勇気が、発起人となって行われた、東日本大震災チャリティートークイベント、今、 私たちにできることに、島、鉄平、長井霊、田中正宏、岩熊久しの各選手が参加し募金活動を行うなど、各地で事前事業を行っていた。島や鉄平ら選手たちは何ができるかを夜遅くまで話し合い、島は選手会長としてチームの意見をまとめ、監督の星野先一に一度仙台に帰らせてくださいと話をしていた。 4月2日から3日にかけて、日本野球機構は、東日本大震災により命を落とした人への、追悼、復興へ向けての支援を目的として、プロ野球12球団チャリティーマッチ東日本大震災復興支援試合マイナスを行った。4月2日の北海道日本ハムファイターズ戦に、先立ち、島はチームを代表し、スピーチを行った。スピーチを行う前に、 日本野球機構よりスピーチの内容を受け取っていたが、自分たちの思いを伝えたい、被災地、頑張れという内容、他人の目線だった。被災地の球団としては読めるものじゃなかったという理由により、球団広報と相談の上、内容を自分の言葉に変えて、スピーチを行った。スピーチの中の、底力という言葉には、 こういう時こそ野球界が一丸となって戦って行きたいという意味が込められていた。4月7日から8日にかけて楽天の監督、コーチ、選手は被災地に入り各地で支援活動を行った。島は逆に勇気をもらい帰ってきてよかったと語っている。4月12日楽天は QVC マリンフィールドでの千葉ロッテマリーンズ戦で 開幕を迎えた。同試合では4回、島のエラーにより1点を先制されるが、岩隈久志が、粘りのピッチングを見せ、7回に島が決勝打となる、勝ち越しスリーランホームランを放ち、チームは6対4で勝利した。楽天は、同試合、15日の主催試合初試合、そして、震災復興キックオフデーに開催された29日の、 本拠地開幕戦での勝利を含め4月は9勝6敗と良いスタートであった。しかし、震災の影響で選手のコンディションは悪く、島のコンディションも肉体、精神ともに悪かった。体重が減ったり、円形脱毛症になったりしたという。また、打撃の調子も悪く、打率は前年の315から224へと悪化した。 チームも一時はクライマックスシリーズを狙える位置につけたが終盤に失速し最終的には5位となりクライマックスシリーズ進出を逃した。島は今年は底力を見せることができなかった。結果的にスピーチは口だけになったと思っています。と語った。2013年楽天は初のパリーグ優勝を果たし産経新聞は存分に 野球の底力を見せてもらった。と評価した。2020年に島は東京ヤクルトスワローズへ移籍。移籍後の応援歌の歌詞には、底力というスピーチで述べた言葉が取り入れられている。テレビ朝日アナウンサーの竹内恵美は、底力という言葉に対し、強い言葉で、皆さんの心に響きましたね。と評価した。また、週刊ベースボールは、スピーチに対し、 野球ファンのみならず、全国民の心を動かした。と評価した。DNA 会長の春田誠が球団を取得しようと思った理由の一つは、島のスピーチに心打たれたからだという。2011年11月には、流行語大賞の候補としてノミネートされた。島は、来シーズン以降もこの思いを持ち続けることが大切とコメントした。 ありがとうございます。